はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日なんですけれども、ちょっとね、僕からご報告じゃないか、新年いろいろありまして、そちらについてご説明したいと思います。まず言いますと、コロナにかかっておりました。なのでね、そのせいで新年初っ端の1月3日の前原スポーツさんでの初イベントなんですけれども、僕がちょっと参加できずにといったところで、前原さんにも、もちろんご迷惑をかけしましたし、翔平さんやね、ヒルドにもたくさんの、迷惑をかけてしまったということでね、本当に反省しております。で、まあかかった経緯を話しますと、どこでもらったかは、まあ、正直わかりません。っていうのも、出歩きまくってましたからっていうね、自業自得と言いますか、仕事が午前中までで、12月ですね、12月28日の午前中までで、その午後から、まあ、ちょっとね、飲んだりとかしてたりとか、まあ遊びに行ったりだとかで、29も遊んでたのかな、大学の友達と遊んだりとかで、30も、飲み会行ったりだとかで、まあちょっとね、まあ年末だしウィズコロナっていうところでもういいでしょうと思って、本当にきつかったです。28の通勤の時か、まあ、仕事では多分かかってないんですよ。28の通勤の時か、その後の飲み会か、で、まあ、29遊んだ時かもしれないし、30飲んだ時はもうすでにちょっとね、体がだるいかなぐらい、まあ、あの熱があったわけじゃなかったですけど、その時はだったので、まあ、正直どこでもらったかは、分かりませんでした。で、まあ、症状としては最初ね、30まあだるいっつってて、31もまあ比較的熱はその時は出なかったんですけど、あとは1日か、まあ、本当に喉が痛くて、なかなかね編集もままならないような感じで、まあ、ちょっと1日の夜ぐらいに一気に熱がガッと上がってきまして、熱が39度7分とかまでいったかな。なので、まあ、そこで一気にちょっとこれはやばいなと思いまして、まあ、2日の日に PCR 検査とか、まあ、受けに行って、速攻出まして、で、レントゲン取って、肺炎はないよねと、なったはなったんですけど、まあ、本当に喉が痛すぎて、呼吸ができないっていうような感じになって、本当に、で、急にずっと中にいたので、家の中に。で、外出て、1月2日に PCR 受けたので、外だったんですよ。その病院の中で受けたわけじゃなかったので、その簡易テントみたいな中で、受けたんですけど、まあ、結構ね、他にもいろんな方いらっしゃいまして、外で待ってたんですよ。で、寒さにやられて、プラス呼吸できないかなんかで、震えちゃって、で、まあ、過呼吸気味になっちゃって、その後、車椅子でね、運ばれてました。病院の人にもすっごい迷惑かけましたね。まあ、で、その後、まあ、ベッドを連れてってもらって落ち着いたので、まあ、そこで、まあ、ベッド寝ながら、医者受けて、まあ、その後も移動もずっと車椅子でしたね。過呼吸は戻ったんですけど、やっぱ震えは止まんなかったので、まあ、といったところで変なのも併発しちゃって、ちょっと、生きた心地はしなかったです。はい。で、まあ、その後、帰ってからもその日はずっと39度だったかな。ゾコーバ飲んで、2回目の、2日目のゾコーバ飲んだあたりぐらいから、まあ、だんだん熱は下がってきて、37度ちょいぐらいまで落ち着いてきて、で、4日、5日、その辺も、まあ、まだちょっと37度が続いたかなっていう。6日にはもう比較的、熱の方は戻ってました。その後は、咳はずっと続きましたね。今も、まあ、ちょっとたまに気管支がやられてるような感じで、なかなかたまーにやっぱ咳込んじゃう、空咳って言っていいのかなっていうようなのがあったりとかで、本当に甘く見てたなと。はい、ただの風邪って人いますけども、まあ僕がワクチンまだ4回目打ててなくて、多分それも原因でちょっときつかったのかなとあるんですけれども、あれは本当にただの風邪でもなんでもないです。本当にきついです。はい。で、まあ何より本当に申し訳なかったのは、前原スポーツさんの、まあ、初売りに行けなかったっていうのは、まあ僕もね、まあ戦力になるかって言ったらならないとは思いますけれども、本当に楽しみたかったですし、っていうところで参加できなかったっていうのは、ちょっと、僕自身反省ですし、本当に申し訳ないなという気持ちで、思っております。で、あとは、前原さんのイベントの後に、翔平さんがかかってるんですよね。下手したら僕のじゃないかっていう、年末一緒にいたので。で、そこに関しても、翔平さん自体、もうその前原さんのイベントとかの時は大丈夫だったのかな、まあ、参加してるんで、でその後に今熱出たって言ってやってるので、まあ、そこに関しても本当に、まあ、他の人に移してしまったっていう、多分僕のだと思うんですよね。確証はないとは思うんですけども、多分まあ僕のウイルスだとは思うので、で そこに関しても本当に今広めてしまったっていうのも申し訳ないなという思っています。そうですね。ってことで、その後に前原スポーツさん、お詫び兼
自分のね発売の方も、行っておりますので、買ったものは、まあ、前後になってるかな、まあ、ちょっとグローブの方を買ったりだとかっていうところで、僕自身もマシンで前原さんの方にはその後貸させていただいてます。後遺症は一応ありますね。やっぱ鼻詰まり、ちょっと喋りづらいなっていう、まあ大体僕鼻声で、滑舌悪いんですけれども、その中でもさらにちょっとやっぱ鼻声が自分の中でもわかるかなっていうのがまず1点と、気管支炎は残ってますね。やっぱどうしても咳込んじゃったりとかっていうのがあったりとかするので、まあそこで逆にまだコロナ残ってんじゃないのとか、もう一回コロナかかってんじゃないのって周りからね、見て思われる可能性もあるのかなっていうので、ちょっと行きづらいですね、そこに関しては。まあこれも自業自得なので、ぜひぜひ皆さんもお気をつけください。じゃあちょっとね、この後ヒロと呼んで、僕がいなかった前原スポーツさんのねヒロと目線の感想なんかも聞いていこうと思います。はい、お疲れ。お疲れ様です。年末年始はご迷惑おかけしました。本当に。はい、ということで、まあ僕がね、前原さんのイベントの方に行けなかったので、はい、ちょっとヒロとか、ヒロと目線でどうだったかっていう。翔平さん目線では、まあほら、動画のこっちで編集してるから、はい、まあ、どういうのかっていうのは分かったりはしてるんだけど、まあヒロと目線初めて参加したもんね。参加しましたね、初めて。まあ、なんで、ちょっとどういった感じだったかっていう感想を聞きたいなっていう。自分としては、あんまり知られてる人がやっぱりいなかったんで、まあ、すごい人来て初入りだったので、まあ、すごかったよね。すごかったです、本当に。朝からもう行列ができてみたいな。はいはいはい、開店前からでしょ、だって、まあ、あんだけ人集まるのが本当すごいなって、うん、まあ、撮影とかはこのスペースを見つけてとか大変さがやっぱあったのと、やっぱりなんですかね、グローブのこと知っててもあんまりうまく話せない。あー、接客って意味、接客、まあ、接客はしたの、ちょっとはしたんですけど、まあ、雑談になっちゃったりみたいな、雑談みたいになっちゃったり、ちょっとした知識しか言えてなかったりし、難しかったですね。俺も去年その壁は痛感しましたね。初売りイベント自体は、まあ、去年からやらせてもらってて、はい、まあ、去年はエガと参加してきたんだけど、エガと俺はグローブ知ってる気でいたから、自分は知ってる気ではいたんですけど、そうやっぱりそんな喋ってないなって思っちゃう。やっぱ結果な、この人は何を求めてるとかっていうところまで分かんないといけないからねって考えたら、やっぱスポーツショップの人ってすごいなって。何でも知ってますよ。そう、もう僕はね、水野が苦手だったりとか、あんまり詳しくないっていう意味でね、あんまりだったりとかで、去年はすごい大変な思いしたし、そういった点では同じ道を歩んだかと。本当に知ってるメーカーウィルソンとか、はい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 、ローリングスとかになっちゃうんですけど、ちょっとした細かいところは気づけても、なんか他のとこ知らなかったりしたので、やっぱり難しいなと。まあそうで、なんか他にはあったりとかする感想に、まあ、他は、まあ、翔平さんのことになっちゃうんですけど、サービス精神っていうのがすごいなと思ったんです。まあ、そこは俺も含めてもともと上げていかないとね。イベント自体関しては過去最多、その後、まあ僕も前原さん言ってるんで、聞いた話によると、まあ、過去最多更新したということを聞いたので、来年は努力持って行っていただいたので、まあ、3人で行けたらいいなと思ってます。はい、ということだったので、前原スポーツさんのイベントの方も本当に僕いなかったっていうのもありますけれども大成功っていうのも聞けたので、それは、年始いい僕にとってはお知らせだったなと思っております。はい、ということで、皆さんも体調管理にはぜひ十分、はい、これでね、翔平TV は3人ともコロナにかかったということで、3人ともかかりましたね。はい、いうことで1回かかって終わりじゃないですからね、まあ、次もあるかもしれない、うん、2回目が、まあコロナかかってから僕初撮影なので、初運動で、この後、まあ翔平も午後待ってるので、夜か、体が動くかどうかは本当に心配ですが本当わかんないですからねそういったところも、まあ後遺症として残ってるかもしれないですし、僕自身もね、まあ皆さんもかかったら辛いので、本当に、引き続き、一緒に、まあ、僕もより感染対策は、していくので、皆さんも一緒に気をつけていきましょう。説得力がない難しいですよ、はい、うん、はい、ということで、本日は、僕のねしょうもない、コロナかかってました報告と、まあ、ひろたにちょっと前原スポーツさんの、初リベントの方の、感想を聞いてきました。来年は、3人で参加したいと思っておりますので、前原スポーツさんね、まあ、通常時も含めて、ぜひぜひお越しください。リンクにその時のイベントのね動画と、グローブ紹介の動画と、前原スポーツさんのインスタの、リンクありますので、そちらの方もチェックよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではIt's a-
翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て役やろうぜ。